どうううもここんににちはは宣伝部長の小でですす今日プリをを救う道とというふうに思いいいお話してきた思ますえっとまあキンプリさん分裂してねいろんな話が出てるわけなんですけどもまあ割と明るい未来としては結局その後にまあ滝沢さんとかわかんないですけど誰かとまあ協力しながらまあ、結局世界に挑戦した方がいいんじゃないかとかまあいろんな話が出てるんですけどまあ普通に考えたらですけどまあ 普通の事務所だったら多分5人なんかあったとして5人ごと出たいみたいな話になってその後まあどうなるかそのまま活躍できるかどうかみたいな、まあ、大して問題にならないっていうかそのアメリカとかだったらエージェント契約だったりするんで、まあ、とにかく本当にメンバーさんたちの意思が。 まあ結局重要だよねって話になってると思うんですけど結局ジャーニーズ事務所がめちゃくちゃでかいことによってで場合によってはおそらくですけどその中の問題によって辞めることになってるからまあ話がこうね分かりわかりにくいっていうかおかしなことになっててで結局でも今までそういう事例なかったんですかねっていうと実はあるよねって話なんでそこを含めていろんな事例があるんでまあ一つは最近お男組さん とかあるんですけど過去にまあジャニーズジュニアが辞めて復活したりとかそれからまあ再結成の見込みがあるかもしれないちょっと SMAP さんの話等々をしながらちょっとねな何らかの形でまあキンプリさんを救う道をちょっと深掘りをしていきたいというまあそんな回ですね。はいまあ、ということでやっていきましょう。 はいでこれがねまず1つ目の復活バージョンなんですけどまあこれはニュースになったんで知ってる方も多いと思うんですが男、まあ男組さんっていうグループがありましてそれが29年ぶりに再復活したっていうことですね。はいでえっとこれってねそのまあ、一番こうジャニーズとして可能性が一番ある分かりやすいやり方だと思うんですけど要はえっと最まあ、要するにジャニーズがこうして なんてのそのグループが分裂した後にまに、あ、大体が何人かが事務所を出ていくというか大体全員出ていっちゃうというバージョンになる場合が多いんですけど男の男組さんの場合はこの岡本さんが、まあ、中に残って結構影響力を及ぼしていた人なんですねだから結構中枢に近い人がいて。 で,で結局まあ他のメンバーもいる中でじゃあ再結成の話が持ち上がってきた時にまあ岡本さんを通じてじジャジャニーズ事務所に交渉してまあそれで楽曲使えるようになってっていうまあそういうまあある種正当な手続きなんですけど逆に言うと今までそれがなかなかできなかったっていうのが問題っちゃ問題なんですけどまあとにかく、まあ、こういう何て言うんだろうなこう復活の事例がありますよっていうのがまず1つ目と。 はいでもう一つがこちらですね、ジャニーズ j のラブチューンさんってグループがあって、それ解散したんだけども、後日にまあ再結成してるグループなんですけど、これ、2018年の記事ですね、だから4年前ぐらいの記事になるんですけども、まあ、その時に急にこう7人組ユニットのラブチューンメンバーが来年3月までに全員退所することが決まったってことで。 でこうジャニーズ人、なんて言うんだろう、まあ、今回の例えばキンプリさん騒動ってあんだけ大きくなったグループなので、まあ、騒動になってるわけなんですが、この時はね、大して騒動になってるのら当然ファンの皆さんとかジャニーズ事務所をそれなりにこう見てらっしゃる界隈の中では多分大きい話だったのかもしれないですけど、社会的にはというか、一般的には多分知られることなくという感じだったと思うんですよね。はいでえーっと これの騒動がなんかちょっと今回の件とまあ似,似てるけど分裂はしてないんですよね。はい、で、えー、っとですね、2016年結成のラブチューンは、まあ、えー、っとですね、もう人気と実力を兼ね備えたグループという感じで人気を獲得って感じで、まあ、キンプリさんと似てますね。で、えー、世代的に近い、これは SnowMan さんとこ t r a v スジャパンストーンズさんと一緒にステージに登場する機会が多かったってことで、まあ、世代的にはそこと一緒ぐらいの人たちなんで、 いたら多分同じような感じでデビューできてたかもしれないですよね。はい、で、えー、っとですね、はいでまあ、最近ちょっと出演が激減してるんで、ファンが心配してる状態の中、11月30日に、ジャニーズ事務所はラブチュ t メンバーの7人の対象を公表っていうことですね。で、この数ヶ月はメンバーと話し合いの場を持つも、7名それぞれが自分の道を。 進みたいという意志が固く対象に至ったっていう感じですね。はいまあだからこれでみんな辞めちゃったっていうことになるわけですよね。はいでまあなんか一応ねジャニーズ Jr. 分かりづらいんですけどねなんかそのグループは組んでそのグループとしてデビューはしてなくてもグループなんでジャニーズ j アの中でグループがあるんですよね。でグループがあってその中でだけどデビューしてる組とああそっからデビューが決めるとボンっていくってことですよね。だけど 当然、なんかやっぱりポテンシャル高い人多いから個人の仕事があるみたいな形の中なんですよね、おそらくね。その辺がなんかちょっと分かりづらくてですね。まあとにかく仕事もしてる人もいるんで、ラジオ番組とかで、まあちょっとね、いろいろお話しすることになりましたって感じで、えー、っと、そうですね。はい。で、結局、まあ、やや震え組の声で説明みたいな感じのことがあったって感じですね。これは本当に一人でし,てし,したんだろうか。 <laughs> 横に誰かいませんですかみたいな話ですよね。はいえー、っと、そうですね。はい、うん、で、えー、っと、そうですね。はいまあ、そういったことで発表されて、まあ、それに対してまあいろんなこう話がわーっと出てくることになるんですけど、で、あ、そうだ、これなんかね、えっとですね、えー、っと、安井主演でってことでメンバーさんの中の2人がね出てる。えー あの主演主演および出演者があるその何て言うんでしょうね映画もある,あるわけですよねでその、えー、初主演公開期間中の発表という重大さをって言ってるんでそうそんな中まあこうやめざるを得なかったって感じでねはいだからまあちょっと本当にキンプリさんの件と似てて要はまあ普通にこのままいくと順調に活躍できるかもしれなかったんだけれどもまあキンプリさんのこと全然今や活躍は大きいと思うんですけどただまあ こ,うこのままいけば普通に活躍でき,たできるだろうねって中でまあ辞めていったっていう形なんですごい似てますよねはいでこれ <laughs> 一応調べてみたんですけどそのまあファンの人の方が詳しいかな、まあ、一応噂で上がってるのはなんか契約書ジャニーズジュニア がが今までで契約書がなかったわけですよねジャニー喜多川さんの時は。で、えー、とジュリー喜多川さんになって、まあ、いわゆるこうあのちゃんと契約書をきましょうみたいな話になって、みんなに契約書を書かせたと。で、その中で、えー、ラブチューンさんはそれを拒否しましたと。で拒否したことによって、今まで気に入られたんだけど、まあ、気に入られなくなっちゃって、それで仕事の。 えー、機会がどんどん奪われちゃって、えー、でもやっぱり、うん、そ,それだったらやっぱり契約しますって話をしてったら遅いみたいな話の中でまあ今後どうにもならないって形の中で辞めざるを得なかったみたいな話らしいんですけどまあそれはねほん何が本当なのかよくわからないんですけどまああの何、ー、て言うんでしょうね結局その。 当時の、当時っていうか今の社長になってからのやっぱり分かりやすい、こう、おかしな事例っていうんですかね。なんて言うんだろうな、表現は難しいですよね。2018年だからまだ、えっとですね、えっと、ジャニー喜多川さんもまだ生きてらっしゃる時ですよ、多分ね。はい。だからまあ、もう一説にはなん,な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 んだろうな、だから影響力はやっぱりどんどん増してって、契約書どうのこのっていうのはやっぱりその人が、まあ、主導し始めたってことなんですかね。まあ いわゆる今の社長なんですけど、この辺がちょっとね、分かりづらいとこあるんですが、まあまあ、いずれにしてもなんか、この頃からこういうことあったよねって話の中で、まあまあ、それは何があったかわかんないとして、とりあえず普通このまま辞めてったら、なんかなかなか活躍できないっていうのが、まあ今までのパターンだったわけなんですけど、まあそれがですね、えっと、ポンと、えっと、その、えっと、半年後ぐらいですか。半年後、4ヶ月後ぐらいか。に あ5か月後ぐらいに、えー、っとですね、えー、っと、ジャニーズジュニアのグループが再結成す、す隙間攻撃に出たってことで、はい。で、えー、っと、池田マックスっていう,う番組を、まあ、先ほどの、えー、対象したメンバーで、皆さんで出ることになりましたっていう感じですよね。はい。だから、まあまあ、ここに結局、あの、まあ、なんて言うんだろうな。 要するに解散っていうか辞めたんだけど解散したくて解散したわけじゃないってい事務所都合で辞めたってのはが明らかですよねだってあの本人たちが話し合ってやめ普通に辞めたくて辞めたんだったら再結成っていうかこういう活動しないじゃないですか当たり前なんですけどだから元々のメンバーとそのまま活動しますっつってこのさらに2年後ぐらいに頑張ってメジャーデビューできるんだんですよね2021年にメジャーデビューして今も頑張っておられるようなんで そのっていう流れなんで要は所属がジャニーズ事務所になじゃあなくなっただけで今までどうその時までと同じ活動を、まあ、一生懸命やってるということなわけですよでちゃんとテレビも出れましたって感じでまあ一応でも MX テレビなんでまあジャニーズで出てる人があんまりいないからっていう形の中でまあ普通に、まあ、出れたっていう話なんですよねはいだからまあその 先ほどのような男組さんの事例っていうのが、まあ、いわゆるこう普通の会社でいう事務所でいう辞めて再結成の、まあ、わかりやすいルートだとすると、まあ、こっちは事務所の問題で辞めさせられた人たちがちゃんと復活できたっていう、まあ、そういう事例ですよね。はい、ただキンプリさんの場合はこれとちょっと話がまたややこしくてですね、まあ、要するに多分残りたい…残って ルー組と辞める組に分かれちゃってるっていうのが一つと、まあ、それもね、だから時期的にだからジャニーズジュニアの時に同じようなことが起きてたら5人でって話もあったかもしれないですけど、その辺はちょっとよく分かんないですけど、ただ、あの、なんていうんだろう,こう、ジャニーズの影響力がそこまで強くないところで、まあ、とりあえず出れるようになってる事例は一応ありますという形ですね。はい。はい、で、こちらはねスマップ、今度はスマップさんの、ね、再結成問題なんですけども、 こちらはだから現在進行形中の話でかつ、まあ、正直過去最大ぐらい大きいこう解散問題なんで金プリさんの話よりも,もっと大きくてかつ複雑だっていう話ですよね。まあ、ここが再結成可能だったら金、ね、プリさんもなんとかなるんじゃないかみたいな話になっていくんですけど、えっと、ここはだから結局、まあまあ、この同じような形で事務所の残る組と 別れる組があってでなおかつでその出ていかれた方のが結局まあ飯島さんといわ今の、えっと、ジュリー社長かの、まあ、ある種こうまあこう権,権力争いじゃないですけどそういうの巻き込まれて、まあ、そういうことになっちゃったっていう話の中で、まあ、そうするとまあ両方とも2人とも今健在であるしこう飯島さんの方も力を蓄えてどん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 こう大きくなってる中で <laughs> まあまあジャニーズ事務所の方が全然大きいでしょうけどただ そういう中でもう再結成ってなかなか結構大変だよねっていう感じなんですけどまあ一応なんかねなんかこう何て言うんでしょう手打ちみたいなあった手打ちがあったみたいなんじゃないかって話もいろいろ出てるんでその辺はちょっとよく分かんないですけど、まあ、ジャニーズ事務所側にとって特にジュリー社長側にとってはこの SMAP 問題っていうのはきっちりその、まあ、解決できたらまあ要するにこうある種いろんな話が出てて 自分たちが悪いみたいな話になってるわけですから、まあ、ここで再結成までうまくやったら、まあ、あのいいよねっていうなんてうプラスジャニーズ事務所にとってスマップ再,ップ再,再結成っていうかまあこう飯島さんとの関係修復っていうのはまあめちゃくちゃ実はプラスだよねっていう話があるので、はい、まあだから、まあ、そういう事務所事情の方もまあクリアされればと本人たちの問題になる。 になっていくわけですねでそうで一方で、あのー、やっぱりそとはいえですねやっぱりこう何十年も一緒にやる中で、ま、そんなにまあ仲がいいというかまあ絆はあるでしょうけど何て言うんだろう結局いろいろきっかけ割れど壊れてしまった時にいろんな思いがあるから、まあ、そういう大人がねやっぱりそれぞれプライドがあるしこうまたひっくつくっていうのはすごい難しかったりするわけですけど。 あのまあ、そんな中で中井さんがねこういわゆるこうなんていうんだろう,こうお休みに入られましたというふうになった時にみんなどう思うかって話ですよねだから当たり前ですけど自分たちにとってすごく重要だったスマップっていう、まあ、グループがあってでそこに期待もされるのも知っててでその最終的に、まあ綺麗な形ではなくてやっぱり事務所都合で不本意な形で壊れてしまったと。 いいうこここととにになるのでここに対してて思いが多分おそらく全員残ってますとだからどっかで一緒に組むのはできなくてもその一回,回こうけじめとして先ほどの男組さんみたいな形でまあライブやるなりっていうなんかけじめをつけるようなタイミングが欲しいよねって多分みんな思ってるんですけどなかなか難しいしタイミングもあるしって形の中で例えばね「紅白」でとか「まあ、紅白」がもう最後だから集まるとかなんかまあそういうなんか例えばそういうきっかけが必要なんですけど 結局紅白もどうもあのなんだろう難しいみたいです,みたいですしなんかちょっとブランド価値もどんどん下がっていってるからちょっとどうなるかわかんないですけど中居さんがやっぱり病気になったっていうところで場合によってはこう命の心配すらするじゃないですか最近本当にあのいろんなご病気で亡くなる方も増えてるからそうなるとやっぱり元気なうちに一回みんなで集まりたいっていうふうに、まあ、みんな思うと思うんですよね。 でまあ、だから木村拓哉さんも、ままあ、ショックっていうかまあショックを受けてるっていうかまあそういうのもあるんでしょう普通に友達と心配してるっていうかメンバーとして心配してるっていうのもありつつですねなんかこうその当然ね亡くなったりとか本当にその体力が全てなくなってしまった後にその、まあ、やりたいと思っても当然できないわけなんでその時に後悔するぐらいだったらなんかやっぱしたいって思うかもしれないですよね。 まあいずれにしても、まあ、キーマンはやっぱり木村拓哉さんっていうか、まあ、中に残ってるんでねでじゃあ楽曲今まで使えるようにするために動くのは木村さんですよね。まあ、中井さんもある程度こうできるのかもしれないんですけど、うん、だからまああとは何て言うんでしょうね結局本人たちが集まってやっぱり再結成したいっていう思いがちゃんと共有されたら実はできるよねっていう状況が整いつつあるんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じではい。 っていうことが、まあいろいろ成り立ったり、いろんな動きがある中で、じゃあ、キンプリさんどうすんのみたいな話になっていくんですけど、まあいろんな事例がある中で、まあ、それを当てはめるのはなかなか難しいんですけどね、まあ、結果としていろ、まあ、んな事例見てよく分かったと思うんですけど、結局、ジャニーズ事務所の力が強いと、ないろいろこうやって気使ったり、まあ、スマップさんはちょっと特例ですけど、 あの気使って別のことやらなきゃいけなかったり楽曲の問題であったりいろいろ難しいんですがやっぱり力がめちゃくちゃ低下する売り上げがめちゃくちゃ下がるとかなんかそういう風になってった方がまあい,いろんなことが成立しやすいっていうのが今ので分かりますよねだからそうするとテレビに対する圧力とかも特にないよって話になっていくとそれは今まで通りり出,出れる人もいるしっていう話だし。 だから結局国内だと出れないってなんかみんなが思い込まされちゃってる状況私も含めてですけどねそれがやっぱりおかしくてだから海外勝負だって話になってるわけですけどまあ普通に考えたら自由な社会で言えば <laughs> まあ今まで通りそのこグループの仕事はなくなったとしても個人で受けてる CM とかあるじゃないですかなんかそれは普通にやればいいしなんかそれをなんか今なんか全部降りるみたいな前提で記事が出ててそ,それをなんかこう ジュリーさんのお気に入りに回すみたいな話とか出てるんですけどまあそんなことになったら両方プラスないでしょっていうかね誰も得しないですよそのめちゃくちゃ批判されるからだからまあいろんな意味において昔ほど力もない落ちてきてるんでまあそのままできればいいんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうまあそんな感じですねはいというわけで本日は以上ですご視聴ありがとうございました再結成できるといいですね以上ですご視聴ありがとうございましたあまあいい形になるといいですね <laughs> えっと、うん、そうですね、いろいろあると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。